しい空を輝く海を渡せるもんか悪魔の手にはみんなの願い体に向けてさあ蘇れライディンライディンフェドインフェドイン待ちあふれる神秘の力ダークルの洞窟アイアンゾーン化石銃コンビナートの破壊はやめろ。このままでは手がボロボロになる。よし、コンピューター通り北の方向へ向かおう。アキラ、待ってるよ。このマシンだけは大事に届けてくれ。ハラとオーラッホッチン。やっぱり無理か。あら？サルマル大先生め、急げ！ブロガーに負けんな！もっとスピード出せよ！
でもライディーンでよかったわ。アキラの手が怪我をしたんじゃなくって。そんなにアキラくんのことを心配するところを見るとマリさんはアキラくんとキスしたことありますね。あれはどんな味です？嫌いよ、大嫌い。本当のことを言われると怒るものです。マリさん、キスしたんですね。ねえねえ、手を舐めた味と同じなんですかね。かな？はい、なんも。うわあなんだあの運転は。どうしたんだ？いや、これにはいろいろと訳がありまして。悪いのは大先生でしょ。はい。マリ、後ろにヘビがいるぞ。やあ、助けて。ヘビなんていないさ。もう意地悪意地悪、アキラのバカ。それで大臣はどこです？って言っても全部氷の穴じゃない。俺はライディーンの言う通りに来たんだ。ここは富士山が噴火した時にできた洞窟ですよ。そのくらいライディーンのことを知っていたらね。それはだからこうしてライディーンの修理に志願してきたんですよ。こっちだぞ大先生。待って待ってって。やめて。助かった。失礼。ライディンにとどめを刺すのは今。ダークルは確かにライディンを傷つけた。すぐにもライディンを探せ。アゲアールよ、ダークルが持つスパイコー森に死に損ないのライディンを探させろ。はい、かしこまりました、プリンスシャーキン。成功を祈る。シャーキン。元に戻ったか分かったか？残念ながらおそらくムートロンの力ではないかと。はい。ムートロン？ムートロンの力？諸君、探しましょうムートロンを。よし、行くぞ。よーし。あれ、待ってください。スパイコウモリが雷電を見つけたようです。らしいな。どの辺だ？はあ、青木ヶ原の大樹林のようです。よし、ダークルよ行け。ライディーンを倒す時が来たのだぞ。なんだあの音は。マリ、なんだと思う今の音。変なこと言わないでよ。もう聞いた。アキラ、化石銃か。お母ちゃん。
温泉が噴き出してる。間欠泉といって一定の時間を置いて噴き出す温泉です。これが犯人か。怖がることはねえぞ俺たち。レッドダウン、なんだこれだ。いやうわなんだこのコウモリ。今の今度こそ本物だ。なんでしょう。化石銃だ。逃げろ。行き止まりだ。登れ。よし。みんなのところに行くんだ。始末したか。嬉しい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 。奴がいなければライディンもいないということだ。よしダークル、お前の持てる力で日本を破壊しろ。嬉しい嬉しい。我が尊敬するキャプテンが、うわあ、我が
が初恋。まあまあ、マリちゃん一人が女じゃないんだし。あの程度のなら吐いて捨てるほどいるんだから。そうそう。今、なんて言った？この程度で悪かったですわね。あれそう、化石獣はどうしたんだ？あ、町に出て大暴れしてるってニュースで言ってたっけ。町を、そうか、俺をやっつけたんで安心してるな。響き明が死んだというのに、なぜ、なぜ雷電が動くのだ。行け、ダークル。あの光線を、なんとか封じないとダメだ。よし、雷電。おっと、ミサイル。
かってこい。ゴッドバードチェンジ。なぜライデンは動いたのだ。しかも右手も元通りになって、ああなぜなの。それが分かれば少しは偉くなってるんでしょ。なんだと。ガモエン出直しだ。アキラ君とライディーンを復活させたムートロンは消えていました。その後いくら探しても見つかりませんでしたからね。そうか、俺が死んだ時、お袋に会ったような気持ちになれたのは。それもきっとムートロンの力ですね。ま、マリさんの力もありましょうか。こら！このアナギさん、やけつとじゃないでしょ。いよいよ、イルート君、なんかおごり。マリちゃん。なぜだろう、心が燃える。戦えと戦えと誰かが叫ぶ。行くぞライディーン、果てしない空へ、ララララララ。俺はアキラだ、君の宝石魔獣ダイアンとの戦いはライディーンの一方的な勝利に終わった。しかしそれはプリンスシャーキンの作戦だった。パワーアップしたダイアン2世が再びライディーンに襲いかかる。ムートロン金属より固いダイヤモンドの牙を振りかざして、次回勇者ライディーン宝石魔獣ダイアンの復讐に。フェー